10年経ちますけど、震災の時に10年経ちますけど、震災の時にもう大変なことになっているのに、ふっと気がついたら向こうにその花が満開になっていて、なんかね、涙がこぼれたことを思い出しますけど、もう10年経つんだなって。必ず春はやってくる。そういうことなんですね。だから今まだコロナでまだしばらくね、ちょっと大変だけど必ずまた、そういうことを10年後の私たちがここで話すことも、あの時はみたいな感じで ね、はい、言えるように頑張りたいと。本当そうですね、はい、思いますけど。今日は何を、はい、今日は塚先生、はい、今日かっこいいですね。あ、今日ってごめん、今日はかっこいいね、はい、今日も、はい、ちょっとあのコロナ禍で髪の毛切ってないんでどんどん伸びました。私そこあのマラソンたちのジャンルって話あっちって言われるんですけど、はい、うん、こんなことして縛ったりとかして演奏会しちゃダメなんですか？あ、大丈夫です。そういう人もいます。若い人の中ではもう縛ってやってる人もいますよ。はい、そういう意味では時代が変わったので、以前そんなイメージやっぱりないですよ、うん、昔のそんなことしたらあの本当に立って引いたりね、偉い先生方に。今もうなんかこうアクロバティックな弾き方する人とか、うん、パフォーマンスになってきて、そうですね、あの特に YouTuber ピアニストの皆さんはいろんなことを。そういうのって時々見たりするんですか？あ、時々あのなんか生徒がやったりしてるから。YouTuber ピアニスト生徒さんが中いたり。はい、あ、で先生こんなになってますよ。今ちょっと毛長くしてもっと伸ばすと思います。わかりました。行くとこまで行ってみましょうかね。小原さんがどうなるか。うん、ごめんなさい。それで、はい、今日何？今日は新の美歌ユーミンを歌うお届けいたします。小原さんはドンピシャの時代ですよね。そうですね。本当に。ちょっと。うん、先に生まれてらっしゃるから、うん、もう中学生、高校生、大学生時代はもうユーミンどっぷり聴いておりました。はい、もうユーミンさんのあのパフォーマンスって、うん、あの当時ってすごいもう規模が違ったんですよね、うん、他のアーティストとね。で今もずっとやはり現役で音楽活動していらっしゃるし、はい、ね、うん、私いつもユーミンさんとプライベートな場所でご一緒することが ありましてね、うん、その時に一人の女性として、うん、あの松任谷さんとの出会いって、うん、ユーミンさんのやっぱ音楽をすごくやっぱり、うん、あの影響を今も与え合っているし、うん、ユーミンさん、松任谷さんのおっしゃることってあのユーミンさんがきちっと聞かれるんですよ。でやっぱりね、そういう方と出会えたっていうことも長くやってこられている大きな、ね、うん、要因かなって思いますけど、懐かしい歌を今日歌うんですよね、はい、今回はだからその松任谷さんになる前の、あ、そっか、荒井由実時代、そうだそうだそうだ、だって1975年の作品ね、うん、というとお分かりでしょうか、あの卒業写真、卒業写真、はい、荒井由実さんだ、はい、そうですね、そうですね、うん、はい、はい、でそれを実は初めて歌うんじゃないんですよ。 あ、そうなんですか。実は20代の頃のコンサートツアーをやっている時に、うん、あの選曲して歌ってたことがあって、うん、だからそれ以来なので、うん、10年ぶりに。あのこれ多分ね、いろんな人があの歌い継いでいるし、うん、はい、それからあの調べてみると、うん、大ヒット曲じゃないんですね。え、だってナンバーワンになったり、そういう意味で、そういう意味では成立的に、
そう、チャート的には、ヒットチャート的にはトップ10に入ってるわけでもないので。あ、そうなんですか。ユーミン自体はアルバムの中で歌っていて、うん、そうハイファイセットがデビューしてる、ね、シングル、レコードっていうのでレコードの時代か、そうですね、ハイファイセットになって、もともと赤い鳥だったのかな、フォークグループ。そうですね。で、ハイファイセットになったデビュー曲がこの曲だったんですね。それで、だからロングセラーにはなったのね。そうそう、ずっと歌い継がれて。だって今日私たちが選曲したのも卒業シーズンだからってね、うん、選曲したけど、この時期など絶対かかるじゃないですか、うん、今でもラジオで、うん、だそこがやっぱりね、ユーミンのすごいところで、そのヒットチャートで1位になった曲ももちろんユーミンにたくさんあるんだけども、それ以外の曲がこう歌い継がれているっていうところに、そうが熱いですよね、うん、そういう意味でね。だって46年前ですよ。46年前って言ったらすごいよ。だけどすごい新鮮なんですよ、うん、毎年新鮮って、やっぱりすごいなと思いますね。はい、じゃあ今日は2人で歌いましょう。ハモります。はい、皆さんもぜひ一緒に。あ、そうですね、絶対歌いたくなると思いますよ、はい、じゃあ小原さんがハモってくれますか。言葉あるの開く。
ね。